さん、こんにちは。九州で経済活動をなさっておられるすべての皆さんの応援団、九州経済産業局のバーチャル広報職員、九州葵です。九州経済産業局は経済産業省の出先機関で、九州の経済を元気にをキャッチフレーズに、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県の皆様を応援しています。この前のリクルートシリーズで紹介した通り、九州経済産業局は毎年春から夏にかけて新規採用活動を行っとるっちゃけど、令和2年度からはこちらに加え経験者採用活動も随時行っています。そして現在、令和2年度第2回中途採用募集期間の真っ最中です。今回はこの動画を見られている社会人の皆様にもぜひと応募してほしいということで紹介をさせていただきます。当局で働くことに興味がある方必見です。ということで、今回も人事担当者の方をお呼びしたいと思います。焼きおにぎりさん。はい、焼きおにぎりです。違う、ちゃんとした人間です。あ、そうなんですね。日焼けがすごすぎてつい。いや、日焼け確かに色黒でありますけど、日焼けしたっていいじゃないかとは言ってますけど、改めまして人事担当のたまちゃんです。葵ちゃん、元気してた？うん、元気しとるよ。最近は配信動画も増えてきとるけん、局の PR のために葵もわっつい頑張っとるよ。新卒の採用に引き続き経験者採用も始まったんやね。そうなんよ。うちではいろんな分野の産業振興、企業の海外展開支援とか、環境エネルギー対策とか、とても幅広い業務をやってるんだけど、これらに対応するために事務系、理工系を問わず幅広い知識や専門性を持った社会人経験者の方も必要としとるっちゃうね。なるほど。これまで培ってきた経験とか専門性を生かして九州の明るい未来を作りたいっていう熱い思いを持った方にぜひ来てほしいということなんですね。さすが葵ちゃん、その通り。ではざっくりですが、募集内容などを見ていきましょう。それではまず募集期間です。募集期間は令和2年10月23日金曜日から12月4日金曜日までとなっています。すでに募集は始まってますが、期間内であれば順番に関係なく全ての応募を受け付けさせていただきます。次に応募資格ですが、一定の職務経験のある方を一般職の国家公務員係長相当級として採用します。また採用対象については、職員の多様性を重視し、経歴の職種や専門分野に制限はなく、文系理系のどちらからでも採用対象とさせていただきます。応募方法については、履歴書、職務経歴書、小論文を提出していただきまして、書面審査で通過した方を対象に面接試験を実施するという流れになります。ということで、募集概要は以上となります。その他、スケジュールや待遇、福利厚生、応募書類などの詳しい要件についてはホームページにも掲載してますので、ぜひご覧ください。たまちゃん、ありがとうございました。最後に九州経済産業局の PR をお願いします。はい。九州経済産業局の魅力は、幅広い視点から九州経済の活性化が図れること、そして勤務地が博多で転勤が少なく、ワークライフバランスの促進を図るための支援制度もあるので、キャリアを重ねながらプライベートを充実させることができます。まさに地元九州を元気にしたい人、U、I ターンを検討している人にはぴったりの募集なんやね。ちなみに、うちがどんな職場か知りたい、どんな職員がおるとって方は、葵の動画第2弾から第9弾でも紹介してますので、こちらもぜひチェックしてみてね。それでは皆様、ご応募お待ちしております。ということで、今日はここまで。今回の動画の内容をもっと詳しく知りたい方は、概要欄からホームページやパンフレットを見てみてね。これからもたくさん動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。 Twitter もフォローしてくれると嬉しいな。また次の動画で待っとうけんね。バイバーイ。